やっぱで、芝居で、ここ最近で。一人でハモる男、ステッチの凄さを分かりやすく解説したい。そう思いましたのが、我々、ヒューマンビートボックスのアジアチャンピオン、略して、ちゃんです。よろしくお願いします。ちゃんです、ちゃんです。我々もちろん、ヒューマンビートボックスというものが好きです。三度の飯より好きです。つまり、ヒューマンビートボックスの下に三度の飯。その上に、味噌ラーメンが好き。その上にあるのが、コメントですよ。そのコメントでですね、言われている、男がいらっしゃるんですよ。その名前をお答えください。どうぞ。残念、ステッチです。残念です。非常に私も残念、非常に残念です。コメントでですね、めちゃめちゃこうステッチやってくださいみたいな、いつもいつもコメントしてくださってありがとうございます。我々アジアチャンピオン目線で分かりやすく解説していこうと思います。レッツステッチ、ステッチ、ステッチ、やったということになりまして、今回見ていくのがこちら、 Stitch feels like nothing Now available on Spotify。 これはタイトルが変わってるんですけれども、グランドビートボックスバトルっていう世界の大会に動画予選でエントリーした時の動画ですね。で、これがね、何いつかだったかちょっと忘れちゃったんだけど、めちゃめちゃ猛者たちがいる中で結構上位でね、 Stitch は通過して本戦へと出場してるんですよ。で、何がすごくてそんな通過しちゃったのかっていうところを今回は見ていこうと思います。いただきます。ドンドンドンドロンドンドンドロンドンドンドロン Some days feel like misery。 やば。 Some days feel so pointless。Found this feel like it ain't for me. Some days feel like nothing. やべえ。これがね、本当に世界初のテクニックで。この動画が出てすぐビートボックス界隈でバズるみたいなことが結構あるんですけど、そんな感じの現象になってて、え、見たみたいな、ステッチ見たみたいな、 GBB これ行くんちゃうみたいな感じで、ステッチって GBB 出たことなかったし、そんなにこうめちゃめちゃバトルに出てた印象もなかったから、超ダークホースって感じで出てきたっていう感じで、しかも文句なしの通過をしたんです。で、このわられもすごいんですけど、これ隠された基礎音の洗練さと、あと間ですね。間の取り方がめちゃめちゃうまいなと思います。絶対こう無音を挟むっていう。聞いてて。Some days feel like misery。この、みたいな、この間がね、やっぱいいのと、みたいな。なんだろうね、これ。思うと秀樹。本当に無駄な音を入れてないっていう、逆にむずい構成というかさ、いっぱい音入れれば入れるほどごまかしやすくはなるけどさ、そうだね、こんだけ音抜いてるっていうのがすごい、逆にむずいことしてますね。むずいね。シンプルで簡単そうに見えるけどむずい。うん、でやっぱこういう構成の方が基礎音の荒とか目立ちますからね、しかしそれを乗り越えていくステッチ GO! サーテッチ、あと歌がうまい、歌がうまいっすわ。いい声ですね。この人だって歌い方の解説とかもしてたじゃん、うん、だから歌も好きでビートボックスも好きで掛け合わさってる感じが、すごいステッチっぽいなと思いますね。しかも Found this feel like it ain'tFor me, some days feel like nothing. Feels like nothing. やっばこのハモリ。
低音と高音同時に超綺麗に出てるっていう、すごい音楽に浸透してる。こんな安定するのすごいわ。うん。ポリフォニックボイス的なことも言ったりしますけど、うん、いろんなハモり方をさ使ってるというか。You said cousin. We did it. やば。You said cousin. We did it. You said nothing. やばマジで。その次、わあ、いや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 、わあ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 。めっちゃ喉閉めてる。動画だからさ、加工してるかもって正直思うかもしんないけど、俺ら生で聞いたじゃん。マジでこの音鳴ってんだよ。マジでいいんだよね。疑ったけど、普通にこの音鳴ってた。すごいよな。びっくりした。生で聞いて。しかもこの世界観に落とし込んでるっていうのもめっちゃいい見せ方だなと思ってて、本当にあえてそぎ落とす、めっちゃシンプルな構成にすることによってその技も生えてるし、ハモった後の地声の落とし方で、それによってもまたこのハモリが浮き上がってるっていう、無駄が一切ないですね。やばこれやばくね？やばいよ。やばくね、これ。やばい。2つ組み合わせてるってことこれ。多分、ブルレと、ブルーッてやつ。はい。キーを合わせてるじゃん。何個音鳴ってんのこれ。いや、ほんとね。なんかいろいろ。いろいろ入ってんな。4つぐらい聞こえる。いや、4つぐらい聞こえるな。まあ、3つぐらいかもな。いや、器用だね。多分本当に激しいビートボックスとかもできるのよ。多分スキルを持ってるけど、あえてこの音数っていうのが、ニーナトクナンバーシェレンバーン。すごいね、これは。もう一回、ゲレゲゲゲゲ見て、最後まで見ましょう。やばっ。トントントントロントントントロント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 ここまで来たか、ヒューマン。いやー、ここまで来たかと。一人ハモリ。一人ハモリ。やっぱね、スティッチは多分やっぱ歌というか、まあ歌唱というかね、歌唱法みたいなところもすごく好きで極めてると思うんですよ。なんかそれとビートボックスを組み合わせてるっていうスタイルで、昔からというかね、ちょっと前から2018年ぐらいから動画なんか出始めた時ぐらいからそういうスタイルであったんだけど、そっからもう無駄をそぎそぎそぎ落としてみたいな、それで今のスティッチのスタイルになったのかなという。確かに相当研究もしたんだろうしね、練習もしたんだろうと伺えるんですけれども、その結果のこのスタイルっていうのはすごいっす。これ以上はさすがにやべえ音出ないんじゃないかってぐらい、やばいことしてる。ただね、出てくるのよビートボックスって。意味わかんなくて、永遠に出てくる。いやマジでね。いや実際なんかさみたいなさ、
みたいな音が出てきたとき、あ、もうこれ以上ないですって思ったの。けど出てきたっていうね。うん、ブルーボイスもそうです。確かに。出てきちゃう。現状はこれがもう最もキモい音な気がするな。今はまた出てくるですね。毎回思ってるけど、でもすごいよね。技を開発するっていうところが、うん、俺とかできないから、うんうん、いやすげえなって、どうやって俺乗ったってなんのみたいな。確かにね、リスペクトっすね。うん、マジですごい、うん。世界大会開かれた時にスティッチ会ってるんですけど、めっちゃ顔ちっちゃかった。こんぐらいでした本当に。またね、日本にも呼びたいし、GBB とかで会った際には、うん、ぜひ、寿司か、ぜひ、寿司食おうって言いました。ということになりまして、はい、いつかスティッチの寿司を食える日を夢見ながらですね。はい、それでは皆さん、グッダイ。いや、これじゃないんだよ。